ちゃんのからチンしてくる。チンしてきてくれるの？うん。どうもどうも。V。もう本当に20分前くらいにお風呂上がったばっかりなので、マジ熱い、ほつってますね。今日はさっき松屋で買ってきたゆなちゃんはおろし牛丼、りらちゃんはネギ玉牛丼です。東京はゲリラ豪雨、そうなんだよね、帰ってくる時さタイミング悪かったね、バガーンってさ、ね、マジ地震か隕石かみたいなくらい、そう、すっごいなんかでっかいなんかあれが、よかったよ、建物の中にいて、そう、めっちゃもうすっごい強烈な、ね、ありがとう、強烈な音とともになんかどっかに落ちてった。あっち。ね。急に降ってきたマジで。絶対近くに落ちたよね。うん。すき家のニンニク食べてないんだよね。でも2年前とかは食べてた、ずっと。好きじゃないよね。私は、あ、これ住所書いてる。うん。見せちゃった。そうでしょ。大丈夫かな。でもちっちゃいよね。やばい。見えちゃった。どうしよう。大丈夫かな。辛いって書いておけ、大丈夫だな、このネギ玉なんとらかんとら。確かに、なんで辛いのにしちゃうの。たっぷりネギ玉牛にしました。いや、なんか気分でしたか。 D ちゃんがネギ食べたいっていうのが意外だったよ。スプーンで入れよう。つー、大丈夫。どんな意味で熱い。ひーちゃんも辛いの買ってる。わかんないんだけど、うわ、ひーちゃんのめっちゃいい匂い。なんでこれ開かないの。チーズ牛丼、松屋で買ったから開かないよ。あのチーズ牛丼とか売ってなかった。もうなんかシンプルな牛丼しか売ってなくて。そら、おろしポン酢。おいしい。入れれた？一口ちょうだいね。うん。うわ、最悪。最初からそうしたのが早かったかも。もう汁を入れたくなくて。そうなの、汁が美味しいね。辛いでしょ。あ、しょうがない。牛丼に合う飲み物なんだろう。シンプルにウーロン茶とかじゃない？誰が聞いてる？りーちゃん？いや、こっち。質問にあったの？うん、牛丼に合う飲み物って考えたことなかった。どうやって開けるのこれ、ね、開けるところない。ハサミで開けない。
いや普段牛丼は別に食べないんですけど、作って食べるくらいだよね。牛丼はあんまり食べない。いただきます。久しぶりかも、お店で食べる牛丼。私は生姜が好きなので生姜を隅っこに乗せます。辛いかな。でもピリ辛って書いてからがっちり辛いとは書かれてなかったからどういうの。いただきます。ポン酢かけた。美味しそう。なくなった。いただきます。うん、うん、大丈夫。でもさっき食べたいのと今食べたいの気分が全然違うからこれにしなきゃよかったと思ってる。無理しないで。ニラに言ってる。うん、辛っ。結構辛い。何食べたいの今。普通の卵が入ったけど、これは汗がきそうだわ。ちょっと水取ってもらっていいですか。はい、はい。買って帰る時の気分と今の気分がちょっと違かった。でも結構待ったよね。うん、めっちゃいたね。20分くらい待った、うん、そんなに待ってると思わなくてひょろっと入ったんだけど、うん、混んでたよね思ったより。結構10人とか15人待ちぐらいだった。ほっといたかな。うんふん。なんで草生えてるの。美味しいんだが。ね、もつゆ人気だった。まあ、時間もあれだったしね、うん、食べれる時間、飲食お店の中で食べれる時間じゃなく持ち帰りだけだった。美味しいんだけど大丈夫。どこの牛丼が一番美味しいんだろう。私すき家派だな。すき家派。すき家しかあんま食べたことないけど、うん、確かにそれはある。どこが好き。みんな吉野家、松屋、吉野家。吉野家って人が多そうだな。松屋、吉野家。吉野家。別れてますね。わかんないけど松屋はお肉が少ない気がする。気のせい。うん、ね、濃厚だわ。少ないの気のせい。うん、気のせいじゃない。少ないよね。松屋のカレーがものすごく美味しい。好きやのカレーがうまい。人によりけり。
りーちゃんに最近大戸屋が美味しいってことを教えてもらったから行きたいんです。今すごい和食でしたね。大戸屋行ったことない。りーちゃんの一口食べた。はい、辛そうな色してるもんだって。ご飯だけいただくね。ご飯だけでいい。うん、肉ちっちゃいのから。弥生軒美味しいの。うん、弥生軒行ったことない。食べれそう。うん、すごい汚いんだけど、なんかほんとやいいんだ。弥生軒、弥生軒って行ったことあるか。渋谷にあります、弥生軒って。ありそう。でも日高屋もりーちゃんと出会って初めて行ったけど美味しかった。美味しいね。うん、弥生軒って行ったことあるかも。サバが美味しい。美味しいんだろう、チェーン店。あ、あるはある。全然あった。行ったことある？あ、渋谷にあった。どっちが大食い？どっちも大食い。りーちゃんの方が食べるんだろうかも。りーちゃんはお菓子をいっぱい食べる。うん、ね、りーちゃんはお菓子大食いで、私は食べ物大食い。日高屋のチャーハン美味しいよね。わかる。日高屋行きたいな。日高屋の冷麺が食べたい。ね、ライライ系も美味しいけど、あんま東京で見ない。大阪行ったことないわ。これ嘘、大阪はあるの。うん、普通の場所がない。うん、そうなんだ。確かに。でも大阪、東京ってあんま王将見ない。うん、日高屋って理由にないよね。沖縄にもない。沖縄にもない。私は東京に来て日高屋に出会った。大阪王将は好きだよ。中華好きだから。京都が本店なの、王将。大阪王将は大阪。普通の牛丼にすればよかったって超後悔しながら食べちゃう。おろしっていう気分じゃない。肉少ない。なんかご飯が多い。ね、生姜も少ない。肉めっちゃ少なない？大阪はちょっと高いイメージあるかも。一回行ったことあるよね、兄ちゃんと。
高い？安いよあれ。嘘。分かんない。普通の王将よく行ってたから。大阪王将ちょっと高いイメージ。取りました。426日ありがとうございます。冷凍が売れてるよね。そうなんだ。王将の冷凍餃子のさ、チーズ餃子が美味しいんだよね。うん、食べたやん。あれ王将なんだ。うん、多分王将だと思う。スプーンで食べます。辛いっていうか熱い熱い。だって辛いの食べちゃそれ熱くなるさ。熱いプラス辛いの食べたらより熱そう。大丈夫、うん、ちゃんとしたご飯。これが初めて今日。結構辛そう。全然辛くはないと思う。なんかそこまで辛いの好きな人からするとこんなの序の口みたいな感じだけど、私は辛いのがちょっとあんま強いわけじゃないから。汗かいてきた。下げていい温度。いや結構下げた。すき家では並盛りで大盛りいっぱいならなかったからなんないだろうね。お腹いっぱいに。ホテル生活ですき家食べてるときは大盛りにしてた。番組の新企画、私新番組出ないです。アイスは千引き屋があと3つくらいある。ごちそうさまでした。美味かった。足りません。なんか満たされない。ゆうなちゃんお腹満たされないけどランリちゃんとこんな感じ。私はもうお腹いっぱいです。そうか。
何食べたらいいかな。甘いのを食べたい。なんか激辛料理に挑戦してるリーちゃんになってる。この時間に食べてもまだ起きてるからね。まだ寝ない。明日お仕事あるさ。オルガン坂さ、明日は。頑張ったね。兄ちゃんの完食。夜中どうしてもお腹すいたら何食べる？お家にあるもの。昨日は玉ねぎをレンチンして食べて、ご飯があったからご飯とちょっとふりかけ食べた。大丈夫？お水入ってる？美味しかったね。お腹空きすぎてる時昆布食べてる。うわ、一時期塩昆布食べてた時あったかも。塩分やばいけど。でも今お腹空いて食べれそうだけど、もうちょっと置いたら多分もう大丈夫ってなってる。夢か。甘いの食べたらなんか眠くなってきた。早い早い。噛んで満足感って本当に得られるのかな。スルメとか。眠たいの？ん？めっちゃ顔赤い。噛んで満足感になったことないかもな、人生。日焼けした？してないと思う。アイスでも食べようかな。ちょっと辛いの食べて熱くなったから冷えたい。アイス食べる？いつも以上にラブリーだね。そうか。そうかしら。
持ってきてよ、アイス。いいの？チョコミント食べたい。が、この世にチョコミントはない。ふやふやふや。キウイ、キウイ。アイスは、ゆうちゃん、千引きは食べる？な、余ってあるなら食べたい。糖類ゼロのアイス食べたけど普通に美味しかった。そうなんだ。なんかアイスさ買うんだけどあんまり夜に食べないかもしれない。でもそれこそ最寄り駅からお家に帰るときになんか食べながら帰ってくるとかの方がアイスがなんか多いな。ありがとう。ね、赤いね。お風呂上がり。千引き屋のアイスくれた。ゆうちゃん、ゴディバもあるじゃん。ゴディバ？サーティワン食べようかな。とにかく半分食べかけんですね。うん。でもそれいい。じゃあ一口ちょうだい。ゆうちゃん、メロン食べれへんねん。メロンしかない。じゃあ食べる。フルーツ大福はゴディバあるよ。うん、うん、大丈夫。でなんか期間限定を買ってもったいなくて食べれなくて入れちゃうの。ちょっとメロンの千引き屋を食べます。いただきます。りーちゃんのファンの方。よいしょ。溶けるまで待ちたい。アイスって期限長いって言うじゃん。でももうそろそろ食べる。でもなんかメロンのシャーベット好きだったから好き。そう、メロンの実は無理。なんでだろう。ちゃんだ。やめて。味は一緒だから。期間限定だよねこれ。数量限定だって。数量限定に弱いから多分買ったんだろうな。美味しそうこれ。りーちゃんの可愛いエピソード。ハサミ取ってください。ありがとうございます。うん、あったのに。アイス食べる。いただきます。私は限定に弱いんだよね。生き返る。待ってる。ん？何を？溶けるの待ってる。結構ね、すぐ溶けるよ。あ！すごいすごい。
日焼けしたみたいに赤いけど日焼けしてないと思う。マスクしてたから。うん、おいしい。豊かな味がする。男性の方って期間限定とか数量限定に惹かれないの？疑問。ポッピングシャワーとかなんか。チョコミントとか緑系食べたい今。うん、惹かれるって思う。うん、惹かれるってきた。うまっ。美味しいじゃん。数量より期間限定にうまい。数量も結構気になる。どっちも同じじゃね。まあ辛いもの食べた後で食べる甘いのって美味しいかもしれない。私は甘いの食べたら塩分が欲しくなる。でも辛いの食べた後に甘いの食べると美味しいってなるよね。今日はスタバを飲んだけど美味しかった。ドーナツも食べたんだけど。バターアイスってまだ売ってるの？もう売ってなさそう。バニラアイスの後は札幌ポテト食べたくない。札幌ポテトってなんだ。お菓子じゃない、棒の、うん、美味しい。雨に濡れてお店とか入るとめちゃくちゃ寒かった。電車とかも冷房効くから、うん、お風呂上がりのアイスは最高だね。うん、超メロン。私が今まで食べてたメロンシャーベットよりメロン。とりあえずそうだろうってね。おいしい。うん、なんかこれあるじゃん、こういうちっちゃいさメロンの形したメロンシャーベット、うん、それが好きだったんだけど、それよりもお高いメロンの味。線引き屋だぞ。線引き屋舐めちゃあかんな。パルムの抹茶アイスみたい。そんなん出てるの今。パラビ？パルム。パルム。今話題のアイスってなんだろうな。いいくらいに寒くなってきた。寒くっていうか気持ちいい気温になってきた。あれ食べたいアイスで言うと。ラムネ。今ラムネ出てるじゃん。ラムネのなんかアイス、それが食べたい。
スイカバーのチョコチップが 20% 増量、 200% だった。んチョコ種マシマシ 200% だって。でも何があるか見てみよう。インスタで見よう。まあガリガリ君は全然食べたことがないからな、あんまり惹かれないんだよね。うわ美味しそう。まるでまるで完熟白桃セブンで売ってるやつ。売ってたよ。美味しそう。うわ誰かリラの家に持ってきて。おいしそう。あそこのラムネバーっていうやつを、そう私は食べたいです。ガリガリ君梅味出てるんだ今。食べたこと食べた人いるのかな。梅味結構前に出てたよね。梅味食べた人いますかね。え独り言って言われてる。みんなに向かって喋ってんだけど。美味しいらしい。お土産。美味しいって。どれ？梅。売ってるの見たことないな。もう FNS 歌謡祭の時期？もうすぐじゃん。やっぱ眠くなってきた。でも夏ってさっぱりしたアイス食べたくなるよね。チョコ系とかより。梅味は5本ほどストックしてます。そんなに？うん、私チョコアイスはよく食べる。体が冷えてくる。ついにクーラーの温度を下げました。さすがにね。やっぱチョコミント買おう。近々チョコミントが高い。でもエアコンつけないと何かとさ暑くなるからさつけてるんだけどさ、
ノクールはね、予約がない、なんかないんだよね、勝手に消えるさ、機能とか。だからつけっぱにするか消すかどっちかしかできない。私は別ですが、修行コインと別に生誕祭あるのかな。あ、生誕祭ないみたいですピエーン。ね、今日は日中は暑かったね。ひたすらメロンシャーベットを食べる。何だよって。一口ちょうだい。うん、うん、すごい若いんです。キャベツはないけど、なんでタイマーないんだろうってマジで疑問。タイマーないエアコンなんか初めて見た。見えんのか、汚い。扇風機買おうと思ったんだよね、そういえば。ね、エアコンでつけっぱが電気代安いっていいよね。でもやっぱりね、消さないと寒いよ。喉が痛い、うん、タイマー使っても結局熱くてさ、いけるよね。ね、エアコンで私風邪ひきやすいから困る。エクボがある女の子に生まれたかった。エクボない？書いてったらあるよ。うんって言って。あるじゃん。これエクボでしょ？むずい。鏡ではないけどさ、画面越しで見たらできるけど。うん、かすかすかに、かすかに。表情筋つりそう。寒い。消す。言ってますけど、昔あったんだけどな、多分。うん、里にエコがあるね。あるか。
サトエとほぼ毎日ラインしてる。ほぼね。消そうか。眠くなってきちゃった。しーちゃんともしてるよ。そろそろ終わろうかな。まだ生誕見えてない。明日は朝晩、普通です。オルガン坂が始まる前にインスタライブもちょっとだけするので、私のアカウントで明日のジブリの予告、明日は見てください。18時くらいにカリオストラの城を見ます。ぜひ皆さんも一緒に見てください。ということでランキング読みます。13位流れ者さん、ありがとうございます。そして12位が長崎在住の関西人さん、ありがとうございます。そして11位がヒロ君、ありがとうございます。行くと思うので、そして10位がアビスボックスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がブルームーンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。生配信前。そして8位がファミパンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。7位がカノンさん、アットマークエイトシー、ありがとうございます。雨だろうから。6位がズーさん、アットマークリラン中、そんなことない、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がフミさん、アットマークロリルリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がミリアちゃん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そのでも3位が、アイスカフさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。2位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がさくらもこもこさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで明日は1週間に1話のジブリ配信の日ですので、ずっと見たかったカリオストロを見れるということで楽しみにしております。ということで今日も見てくれてありがとうございました。また明日、バイバーイ。明日配信してたんだ。そうなんだ。2時からそう配信です。2時間3時半くらいまで配信なので、エゴサしますよ。ツイッターでしかしてないけど、ツイッターでエゴサはしています。ね、なんかリップクリームももらえるみたいなので、ぜひいろいろやっていただいて、リップも、全部見てる。他の予定行くのやめて行くことにします。嬉しい。皆様のお顔が見れるの楽しみにしています。ハッシュタグ服部ゆうな、ハッシュタグつけてない、普通に服部ゆうなで調べてる。恥ずかしいわ。嬉しいこといっぱい書いてくれてる、ありがとう。明日は雨っぽいね。
田村舞ちゃん写真見ましたよ。なんかファンの方が DM くれて、その配信の時に全く同じ写真で全く同じ写真で、これ似てるっていうのが来た。ファンの方2人3人くらい。全然自分じゃ分かんなかったけど、似てるかな。自分じゃ分かんない。ね、オルガン坂はずっと出たかったから、多分出たいって言ってたよね、ショールームとかで。オルガン坂いつか出たいなっていうこと言ってたから、嬉しい。楽しみだから。衣装もいつも着ない、着ない衣装なので、楽しみにしていてください。インスタライブやりますって告知といた方がいいかな。ストーリーにまた載っけておきますね。呼んでもらえるようにメアトを残します。楽しみにしていて。何で見れるんだっけ？ YouTube とかで見れるんだよね。 YouTube でも見れるので、渋谷久しぶりではないけど、お仕事として渋谷に行くのは久しぶりかな。楽しみから、来れない方は2時から YouTube で見ていただいて。髪の毛とかどうしようかな。来る方は雨降ると思うので気をつけて来ていただいて。確かに公開配信みたいなのは久しぶりかもしれない。ラジオとか公開生放送とかはあったけど、それこそ公開の配信とかって渋パラ以来じゃないかな。楽しみです。相撲はね、相撲も私早く行きたいって思ってる。確かに相撲もあったか。富士山の横は結構前だよね。楽しみます。確かに、でもスモアもタイミングが良かったね、本当に。じゃあランキング見ます。13位香港のケーキアットマーク、7レンジアットマーク、ナトリドンさんありがとうございます。12位ボンドアットマーク、ナトリドン、ユーナのお顔大好きさんありがとうございます。
11位ことぶきさん、ありがとうございます。10位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。9位クロケンアットマークすっぴんのゆうなもかわいいよ、ゆうなじかかたんさん、ありがとうございます。8位 YK アットマークすっぴんも超かわいい、好き、今日もお疲れ、おやすみさん、ありがとうございます。おやすみなさい。7位チョロさん、ありがとうございます。6位茨城の大マットマークうなとりとんさん、ありがとうございます。5位ゆうきさん、ありがとうございます。4位せりちゃんの中心さん、ありがとうございます。3位リンゴリンガリンゲストさん、ありがとうございます。2位 TK トンカラットマークタイのうなとりどんさん、ありがとうございます。そして1位がイナジーアットマーク20歳のゆうなを彩りたいさんです、ありがとうございました。ということで明日はオルガン坂、楽しみに頑張ります。皆さんぜひ来るか見てください。それではおやすみなさい。また明日。